芸術療法のお話をされていましたが、リハビリの一環でボンドアートを行うことはあるのでしょうか。認知症、発達障害、精神障害の病院や障害者施設で作業療法のレクの一環として実施しています。研究の分野ではボンドアートの創作プロセスが脳に与える影響、フローの研究を熊本の大学の先生と一緒に行ってます。また近い将来、作業療法士の妻と一緒にアートを主とした認知症対応型デイサービスを開設する予定です。クリエイティブなスキルを医療に生かす、これからも僕はブレることなく世のため人のための作家活動を頑張ります。医学生の皆さんも頑張ってください。応援してます。ありがとう。